1968年。 新しい家へドカドカと登場。大胆不敵な美しさを目撃してください。53スタイル13色、組み合わせは自由。新しいシルエットはフィットアンドフレア、上はほっそり靴広がり。 レナウンの組み合わせニット、いえいえ。あなたもきっと逃れられない。いえいえ。いえいえ。レナウン組み合わせニット、いえいえ。これがニットのトータルルック。 上の色と下の色がぴったり。こんな色初めてでしょ。8つの色25のパターン、組み合わせはなんと640通り。来たその時からあなたの世界を変えてしまう。 ボンネルで作ったヤングカジュアル、レナウン、いえいえ。どう、ちょっぴり冒険してみない。いえいえ。レナウン組み合わせニット、いえいえ。うん、いえいえ。あ、課長、鼻血が出たので早退します。何言ってんの、仕事しなさい。 すいません、頭痛がするんで早退します。<笑>いい加減にしなさい。え、あ、やめてください。ほんとやめてください。お、何それですか、これってセクハラですよ。セクハラって君が自分でやったんじゃないか。ショックです。まあ、座りなさい。まあ、ゆっくり話し合おうじゃないか。 私、生まれも育ちも神戸です。二親の顔も知らないはぐれ鳥、難波界隈にパッと咲いたら散るのも覚悟。地桜グループにてバン張ります。牧京子こと山猫お京です。 一口乗せて。みなや、橘工業のやつらに人は吹かせな、企業様らへん。気持ちはわかるが、こいつは命がけのお仕事なんだ。女には無理だ。見損なんといて。うちに勝って女に勝って命はかけられるんや。例のダイヤはやっぱりイギリスへ戻されたほうがいいんじゃないかと。 国民は政治に不安を感じ、隠し財産としてダイヤを求めてる。そこがわしの狙いだ。どう、痛みを切ります。よし、今度こそどんなことしてもちょっぴくんや。ええな。
からやれ。こないなるで。京子、久しぶりやな。帰ってきたら挨拶ぐらいしたらどうやねん。なんでお前らに挨拶してんならんねん。覚えてるやろこの傷。何も言わずにこの町を出て行きな。なんでさ。
お前さんとだけは命のやり取りをしたくないからさ。普通の女と思うなよ。助手701、部署じゃみんな何て呼んでたか。サソリだ。死んだ女の亡霊が私に取り付いたんだよ。夢よ未練と覚めて見せます、まだ覚めきれぬ女、女、女の頃の恨みいぶし。
虎にございます。おひからすって敵屋の修行もあんまりなくて違うな。ほんと待てよ錦本のチビから。なんでてめえらそれとも敵屋の端来るか。大きなお世話ぜ。仲間内のさんずひっくり返すた敵屋の風下にも置けねえって言ってんだよ。よしやろう。Let's go back.